の際は北海道もっと楽しく、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手私山田大輔と、もう一人この人です。味噌坊主ですね、はい、味噌坊主ですね、今ね、今味噌坊主ですね。あの我々名古屋から、はい、今日このオープニング、まあ、あの予告はしてましたけれどもね、はい、お送りして参ります。ノースアイランドのオープニングですけれども、なぜ名古屋にいるかというと、はい、先週はあの時間なくて言えてなかったんですが、はい、1週間待たしちゃったんですけど、あの我々牛乳パックで紙相撲という、はい、ね、あの紙相撲の交流会全国で、まあ、前からやってますけれども、はい、今回あの2年半ぶりに名古屋に、お邪魔いたしまして、で、今までは交流会として、まあ、和気あいあいとね、お子様や大人の方々ともね、はい、一緒に紙相撲をやろうっていう時間だったんですけど、今回からあの大会形式で、はい、ジャパンカップということでね、名古屋大会を行ってまいりました。いやー、ね、私の声もこうなってますけれどもね、はい、ウヨさんもね、かなり和訳茶な、まあ、あの名古屋恒例のボミクチャ前回もそうだったんですけどね、はい、ね、いっぱい子供たちが来て、はい、まあ、場所も場所だったんでね、会場もね、はい、あの戸田川子供ランドというね、あのお子様の、まあ、なんて言えばいいんでしょうね、ミニ遊園地的な、はい、あ感じなんです。で、その中でいろんな催し物も、まあね、あのね、屋内でステージがあったりするような、はい、あのホールか、はい、ホールがあったりするそんな場所もあったりするのでね、はい、かなりいろんなイベントも同時に行われている中で、はい、の一つで、我々行きました、はい、ね、まあ、楽しかったですね。そうですね、でこう対決色が強くなってもやっぱりみんな真剣にやってくれて、うん、まあ、受け入れてくれたのが良かったですね。そうだな、うん、まあ、あのジャパンカップというからにはね、あの優勝したら何もらえるんだって中でもね、はい、金メダルを、ね、はい、贈呈したわけですけれども、ね、だいぶ喜んでましたね、うん、金メダルをね、はい、本当に欲しいと言ってくれたのが何よりでしたよね、はい、そうですね、これでね、優勝の商品がね、ミボーズのプロマイドだとかだったらね、いや、プロマイドならギリですけど、シャワーのプロマイドとかですね、お風呂のプロマイドとかっていらないでしょうね、あの80年代アイドルとか、髪かき上げてるみたいな感じのとか、そんなんだったらね、盛り上がりもしませんからね、そうですね、あのギリあの、うちのバンドの曲はだいぶ喜んでくれてましたね。で、そうそうそう、あのね、海坊主賞として、海坊主賞ってなったんだよね。なんかデザインがいい力士に対して、うん、あの味噌カツっていう名前なんですけど、うん、あの力士は人の形してるってやつで、ね、まあ、あのいいなと思ったので見事賞として差し上げまして、ね、まあ、喜んでくれてよかったですね。そう、味噌坊主さんね、はい、あの名古屋でまず美味しいものを食べました、はい、そうですね、まあ、味噌カツ食べました ね、うん、ね、そしてあの混ぜそばあれは何て言えばいいんだろう、台湾混ぜそばじゃないんですけど、じゃないかった、あの 普通の混ぜそばです。ただ、はい、ただこっちにしかないお店、そうそうそう、はい、ね、だったので、まあすごい大盛りだったね。1.5 キロぐらいまでのがあったんですけど、まあ、その後も控えてたので、まあ、500グラムぐらいに抑えたんですけど、それでもすごかったですね。ね、うん、まあ、ね、名古屋の空気存分に今回は、はい、味わうことができました。まあ、なぜ今回はというかというとね、はい、あの前回がね、はい、あの1泊分あの丸々なくなったということがあったんでね、1日遅く来てしまったというのがあったんでね、はい、今回はその点、まあ、満喫しているかなというところでございます。さあ、ノースアイランド。600回の記念企画、知床のお話もね、しなきゃいけないかなと思うんですけれども、続きお送りしてまいりますよ。時は9月の6日の13時30分で知床午後の遊歩道散策を行っておりました。ねえ、ここは野生動物に出会えるのかっていうね、そういう場所であったんですけれども、まあ、今我々いるところは野生動物どころかそうですね、感じですけどね、味噌と出会いましたお肉といっぱい出会います、そうです、
お肉屋さん多いですね。すごい肉屋さんですね。美味しそうな、はい、美味しそうなお店ばっかり、はい、この今は泊まってるホテルの隣もお肉屋さんですよね。そうですね、BBQ っていう名前、BBQ って言ってましたね。あの外国の方がされてるね、あの本場の肉の塊みたいな感じのお店ですよね。そうだな、この後美穂さんが行くみたいですけど、わけあいあいとしてきますだですけど、まあ、知床の方はですね、あの人間たちで大にぎわいという感じでありましたけれども、はい、動物たちがどうやらちょっと気配を感じませんでした。どうなっているのか後半お送りします。音声ですけれども、この日は風が強かったため一部音声が乱れる箇所がございます。ご了承ください。続きをどうぞ。通行の中は動物なんて出れないんですよ。セナってこんなに人いると思わなかったしね。そうですね、なんかもうちょっとあの今から人が通りますよって一応言うような流れになるかと思う。そういうのをイメージしてました。もっと険しい山道とか想像してたから、俺靴すげえガッツリしたやつ履いてたから歩けてなくてしょうがないですよ。失敗しましたよ。いやでも荒々しいとこあったでしょ、さっき。いやありましたね。現実的にも絶対行けないってところ行ったわけですから。これはあれだな、まあ、電気力があるからやっぱり寄らないよ。もう寄らないよね、これ。そんなバカじゃないですからね。ね、動物園じゃないんだから、ここ。まあ、ここでもセグウェイで行かないかな。セグウェイ危ないですね。すれ違いざまが危ない。気持ちいいと思うんだよな。気持ちいいけど気違いざま危ない。わかりますか、とおっしゃるんですか。うん、撮るよ。うん、笑ってるし。次はもうね、ゆっくりできるところにしよう。
頼んで。800m は結構だね。後半期に時間かかったやっぱりね、木だから優しいかと思ってたんだけどね、コンクリより優しいと思ってたんですよね。結構来るもんだねこれ。まあ左側行ってもただ喉乾いてる。これ手のかな、そこに。あ、売ってるね。知床五湖行ってきました。はい、綺麗でしたね。ね、まあ動物に出会うであろうと思われたんですけど、動物の、まあ、気配もなく平和に、平和になんか時間が過ぎていったみたいな、はい、そうですね。まあね、大自然は堪能しました。なんか穏やかな感じになりましたもんね。だいぶマイナスイオンでしたってやつだこれ。そうですね、はい、ただ散々我々煽った割には、はい、まあ、それほど、まあ、というふうに言っていた割にはですね、全然ですね、全然ですね、大自然ですね、はい、今のところだからまだ知床のこの自然の区域に入ってから、ね、さっきの小さい小鹿ちゃん一匹だけしか見てないですね。見てないですね。あの一頭だけですよ。ね。なんかやっぱり思ってる以上にこうやっぱり向こうの動物さんたちは動物さんたちでこうやっぱ人には邪魔しちゃいけないみたいなのがあるんですかね。うん。お邪魔させてもらってる身分ではあります、部外者ではありますけれども、ね、ひとしきりちょっと盛り上がったりにすいませんなんか皆さんね、全然なんかってないですね。あの今のところ非常に観光をさせていただいてて、はい、ね、あわよくばさっき木道もね、はい、高架の木道を通って行ったんですけど、あわよくばちょっと入り口付近にあった建物の中にあった鹿の写真と合成して、はい、ちょっと海さんの驚いてる声とかを、そうですね、加えて、おお出たみたいな、やろうかなみたいな。入り口の完全にオス、エゾ鹿、冬毛って書いてましたからね。いや、もう冬毛になったんだな、みたいな。だから広大な景色の中に、こう、切り抜いてエゾ鹿だけポンポンポンって、こんなんか2、3匹合成してみたいなことを言ってましたけどね。うん、もうそのとうとう合成の時代ですよ。いやーなんかね、はい、やっぱりもうそのちょっとね、たまにはちょっとそういうね、やらせを、やらせというかまあ、やらせですよね。見てないものを見たっていうふうにしようとしてるんですけど、やらせですよね。やらせというかやらせですよね。せというかですよ。じゃあ何です、びっくりした。びっくりした、びっくりした、今荒れてるものに見えたよ。森でした。思わずブレーキじゃなかったの。今だって痩せなかったの。影が動いたに見えたんです。いやらしいです。でもなんか森林の中目を凝らしてみるとね、うん、なんかなんとなくいるように見えるんですよね。茶色いキツネっぽいのとか。いや、いるでしょ、これは。ここはいるでしょ。だから気配を感じますよね、何かここは気配を感じ、さっきのところはもう一切気配を感じなかったないですね。ああ、違った。だからやらせですよ。なんかそういう山場作っとけばいいみたいな感じでやらせですよ。岩でした。もうサイに見えたよね、ノーサイラーです。サイいるわけないか。よりのよって、サイ。今日の話題に全く出てきてないんですよ。今日いるよって言ってると思ったんだから。サイかと思ったよ。せめてもうちょっといそうな動物にしてください。
今日小塚ちゃん行ったけど、今日まあいるかな。虫が鳴いてる声が聞こえるんですけどね。いやー、動物来てくんねえかな。これから知床横断道路、はい、今行ってますけど、知床峠に行きます。ここもまあ必ず行くよっていう場所に設定してあります、はい、知床峠です。いよいよ後半ですよ。知床後半ですね。はい、やっと前半結構いろいろありましたんで、はい、なんか僕だけ倍疲れてますけど、どうしたんですか。なんでそんなに疲れてるかちょっと分かんない。なんかアトラクションがなんかね、はい、多かったんだね。どうしたんでしょうね。大変ですね、なんか、ただコケモモサイダーでちょっと回復しましたよ、はい、あれはコケモモって何なんですか。果実なんですかみたいですね。コケモモっていう果実になのかな。あ、で僕もコケモモのソフトクリームを食べましたね。なんか果実というかベリー系というか、うん、なんかね、桃とかブドウとかそういう系の味しましたね。川でしょ、左。いないかい。なんか鮭取ってるクマモンとかいそうですけどね。出てきた、出てきた。フーサーとかいないかな。共存できてんのかな。全然出てこないですね。ね、向こうは向こうで人間の迷惑かけまいというのができてんのかな。この辺じゃなかった、さっき言ったの。そうですね、もうちょい行ったところ、なんか結構平らなところだったんですよ、ね、あ、そっか、登らないとね。そうですね、崖とかじゃなかったわけですよ。これだって柵あるもん。そうですね。自然遺産とはいえ、はい、この辺は人工物がありますね。そうですね。これでも絶景ですね。そうですね。崖です。崖ですね。雑誌のとこですね、これ。そうですね。ザ・シレトコディスニー、なーに言ってんばか。私の名前はベテランコ、はい、復活。右手に見えましたのが断崖絶壁でございます。知ってます。ぐる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 回っております。右手にはカラス、野生動物です。なんか文句あるの。いや、なんもないですよ。なんか動物見たの。いや、ちょっと小さいしか一匹見たぐらいで、これ全然見てないですね。そうでしか、うん、昆虫小之助にはその程度や。出た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 、昆虫小之助。何よ、そろそろ名前変えてもらいたいな。そうっすね。スタコラポン太郎。だんだんひどくなってってんすよ。ポン太郎ご飯できたよ。やっつけ感がひどいやつよ、ポン太郎って。ああ、そうですよ。僕はフォンタカードで一度痛い目に遭ってますから。アンゴさん、今までどこにいたんですか。私は後ろで休んでたのよ。後ろにいました。
暑いわね。いや、あとかってさ、あの車内になんかいたとしたら相当なもんですよ。バカじゃないの。あなたなんかサボったみたいね。サボったというか棄権しましたね。ちょっとやってみて、やってみて、ちょっとこれは迷惑かけるなと思って、決してサボタージュしたわけじゃないですよ。私は一度も人に迷惑をかけたことがない。それはそれで悲しいことですね。人は助け合いながら生きていくんですよ。メイ・ワクタロウ、ワクタロウさんワクワクさんみたいな感じのやつ。日帰りは大変だなこれ。皆さん来るんで、知床に来るんであれば間違いなく日帰りじゃない方がいいかと思います。しれっと、だからしれっとまあいいや、だけ言っといてください。はい、私は左へ曲がります。はい、それではここで一曲、しれたこの岬にしたね。怒った。ダンコさんが怒った。あなたね、人が歌ったら拍手するもんよ。いや、拍手の強要って良くないと思うんですよ。歌って、ああ今の歌良かったなって思って拍手するもんですよ。他のお客さんだったらやんややんやよ。やんややんや。やんややんや。なんやそれ、いや、ポンタポンタって。やんややんや。ランコランコ、ランコランコ。ランコちゃん、どんどん歌ってって言ったもんよ。ランコちゃん、どんどん歌って。ランコちゃん、どんどん歌って。ああ、それにしてもここどこよ。ダンコちゃんち。ダンコちゃん、もう一曲歌って。じゃあ、仕方ないわね。知床にふさわしい曲を。おお、北海道 B 級旅バラエティノースアイランド、今回はここまででございます。今日のノースアイランド、オープニングもそうでしたけど、名古屋からお送りしてまいりましたのは、なんかね、あの去年、はい、九州から、はい、お送りしたノースアイランドっていうのもあったんですけどね、はい、いつかあれですよね、ロケだよっていうのもいいですね。そうですね、もうあのノースアイランドじゃない感じので、ないだろうって言われようがもう何しようがねそうそうですね、飛び出てロケやってみたいです ね、こっちもね、いろんな風景があると思うし、そうです ね、知床は知床ですごい、ね、はい、景色を見れたけれどもね、はい、まあきっと本州はまた別な秘境も待ってると思うんで、はい、秘境マニアとしてはどうですか。秘境マニアとしてはね、あの温泉の方の秘境を見たいですね温泉の方に、温泉の方の秘境を見たいですね秘境マニアって普通に進めちゃってますけどね、もういいんでしょうか。もう否定してももうしょうがないんだろうなと思ってますけど我々いろんなことやりましたけれども、今回ね、紙相撲だけじゃなくて、あの路上ライブっていうのも初めて、はい、やりましたね。そうですね、名古屋でやりました。本当にあのいい経験させてもらったな、はい、私は本当生まれて初めての経験だったのでいい経験させていただきました、まあ、今後もね、いろんな、まあ、チャレンジができたらいいななんていうふうに思っております。紙相撲ではまたね、あの全国いろんなところ他にもまた行ければいいななんて思ってありますの で、これねネットで、聞いていただいている方はですね、あなたの街にも
まあ、ひょっとすると牛乳パックで紙相撲がやってくるかもしれないと、そうですね、いうことになりますのでね、その際はぜひ遊びにいらしていただければなと、お会いできればいいななんていうふうに思っております。じゃあそろそろエンディングもね、もう時間が迫ってまいりましたけれども、水本さん、はい、最後に名古屋の思い出を一言お伝えしてまいりますか。今日はね、名古屋にはいかがでした、はい、キャバレーがありますあとねあと行ってないですけどね、キャバレーがあります。もう北海道にはね、まあもうないであろう絶滅危惧種ですよ、もうそれが名古屋にはありますね。しかももう金銀のあのねネオンを光りかせてありましたので、ね、これは北海道にはない今となってはもうない景色だったななんていうふうに思いました。皆さんも名古屋に来たキャバレーを楽しんでみたいかな。今まで散々子供の話してたのに台無しです。ノースアイランド、次回はまた北海道からお送りします。私、山田大輔さん、お送りしました。ノースアイランド、また来週です。さようなら。